のテーマはローズマリー剪定の仕方です。その前に休日バラ園に行ってきましたので、ちょっとだけ紹介します。花の美しさに見とれて、香りに癒され、素敵な時間でした。立体的な演出は庭作りの参考にもなりました。今我が家ではローズマリーを5株育てています。こことこの後ろもそうです。この紫の花のラベンダーの後ろもローズマリーです。香りもよく、寿命が 2,30 年と長いので庭にたくさん取り入れています。南側庭にも種類の違うローズマリーを植えており、4株が立ち生です。こちらも立ち生ですが、先ほどの株とは違い、花も葉も色が薄めで柔らかい印象です。このウエストリッキアが花も葉もそっくりで、今咲いているので紹介します。別名オーストラリアンローズマリーと言われており、寿命も長く、枝がローズマリーより細くて剪定は簡単でおすすめです。ローズマリーですが、いくら寿命が長くても放置では2メートル程度になり、横にもボリュームが出るので必ず剪定は必要です。また間違った剪定方法では枯れるので注意しなければなりません。ではどのように剪定していけばよいか説明しながら切っていきます。手前を短くしているのは切る様子がよくわかるようにと、もう一つ理由があります。それは後ほどわかります。この枝をじっくり見てほしいのですが、人差し指で押さえている部分で枝を以前に切りました。するとその後、その枝の脇から複数芽が出てきて、このように先端の枝本数が増えていきます。結果どんどん上の方だけ枝が密集していきます。ということは、ハサミの位置で切ると高さを低くはできますが、またたくさんの枝ができて上部が重くなってしまいます。そうならないようにするには、今ハサミのある位置で剪定します。次はここです。この太い枝が不必要な場合は、この枝のスタート地点を探してください。かき分けて見ていきます。この部分から切ります。ただしこの根元あたりから切ると株が弱るので本数は少なめに。説明した通りに実際切っていきます。次はこちら。この基本を覚えておくと簡単です。この枝もここで切らずに基部で切ります。前方だけ短くしたもう一つの理由はもうわかりますよね。後ろ側には柵があるのでボリュームを出したくないですが、前方は枝分かれさせてボリュームを出したいからです。先ほどと同じ要領で全体を剪定していきます。
これぐらいのサイズより小さくしないように注意しています。切る前と比較すると高さはさほど変わりませんが、横から見ると風通しが良くなっているのがわかると思います。おさらいです。ポイントは枝の途中で切ると枝本数は増えます。枝本数を増やしたくない場合は基部で切ることです。ローズマリーが一株あれば料理に下駄箱の消臭剤にと、育てる以外の楽しみもありますよ。育てる以外の楽しみがあるハーブといえば、ワイルドストロベリーもいいです。株分けした苗をお隣からいただきました。小さな苗ですが、すぐ赤い実ができました。ただこの苗よりずっと前にできた実はまだ赤くならないので、どうしてなんだろうと思っていたら、なんと白いイチゴでした。赤くなるものだと思い込んでいたので、一部の実はこんな感じで種になってしまったんですよね。道路側に植えた2株が白いちごと分かった瞬間、頭に浮かんだのはどんな味かなでした。早速赤いちごと白いちごの食べ比べをしました。では赤い実から。昔ながらの酸味のあるイチゴです。続いて白いイチゴ、酸味が少なめで美味しいです。現在満開に近いオキザリス紫の舞、冬は地上部がないですが、ほったらかしで毎年綺麗な葉が地上から出てきます。最後までご視聴ありがとうございました。花でした。もしよろしければチャンネル登録お願いします。